う疲れましたわ。足がパンパンですの。結構聞いて回ったけど、制裁指導につながりそうな情報は何にも聞けませんでしたね。調査する先はまだまだたくさんあるんですが。なら調査範囲を広げよう。4人で手分けして調べてみない？諦めるという選択肢がないのなら、お姉様の意見に賛成ですわ。集団で一つの場所を調査するより、そちらの方が効率的ですもの。聞き込み先を区域ごとに分けて皆さんの携帯に転送しますね。じゃあ誰が一番有力な情報を持ってくるか競争ですね。行ってきます。あ、サテンさんずるいです。待ってください。どこにあんな元気が残ってるんでしょう。ある意味尊敬しますわね、お姉様。あら、お姉様、まさか私置いてけぼりですの？お姉様、お待ちになって。みんなどうだった？制裁指導に関係ありそうな情報はつかめた？そうですね、ある家の窓から生臭い空気が漏れているって噂があって、これは匂うなって当たってみたところ、うんうん、その家の子が夏休みの自由研究で魚の干物を作ってました。どう？制裁と指導ってペンキで大きく落書きされた書店があったので行ってきました。なんだか田舎の暴走族みたいだな。どうだったの？その落書きは店主が書いたものでした。ああ、落書きとは言わないですね、この場合。え？子供だろうが何だろうが、万引きを見つけたら怒りの鉄拳で制裁を下す。そしてアンチスキルに通報してきっちり指導してもらうぞって意味だそうです。なるほどね。クロコはどうだったの？私は路地裏に大量の自転車が放置されていたので、アンチスキルに通報して環境整備をしていましたわ。それって制裁指導と関係あるの？でもお姉様、自転車の大半は盗難届が出ていたものでしたのよ。その中には半年前から盗難届の出ていたものもありましたの。これはもう立派な犯罪ですの。半年前となると制裁指導はまだ活動してませんから関係はなさそうですが。制裁指導と関係がないからといって見過ごすわけには参りませんわ。ああ、うん、そうよね。お疲れ様だったわね、クロコ。そういうお姉様はどうだったのですか？え、私もいろいろ調べたんだけど、まだ回ってない中に気になる噂があるのよ。どんなのです？人食いだるまの噂ってやつ。だるまってあの赤くて丸いだるまさんですの？そんなもの調査するまでもないでしょうに。違う違う、赤い塗装の警備ロボットのことなんだって。確かにだるまに見えないこともないですね。でもどうして人食いなんですか？その警備ロボットは所属も形式も不明で、夜中に突然現れて人を襲うんだって。バグで暴走したとも、開発会社が新型のロボットを密かにテストしてるんだとも言われてて、ボディが赤いのは被害者の返り血を浴びたからだって噂が。細かい部分はともかく、夜中に現れて人を襲うってところが制裁指導に似てると思わない？確かに。私一人で
で調べられたのはここまでで、真偽までは確認が取れなかったんだけどね。これなら4人で情報を精査しながら調査した方がいいみたいですね。そうですね。外れの情報ばっかりではあったけど、でも随分と数はこなしたわ。あともう一歩で制裁指導に近づけるはず。力を合わせて頑張りましょう。とりあえず今まで集めた都市伝説をまとめてみましょうか。結構たくさん集まりましたね。私には判断がつきませんわ。どの情報について調べます？やっぱりエコ道暴走事件が怪しいのではないでしょうか。他の都市伝説より具体的ですし、調べやすいと思いますの。もう少し調査すれば決定的な情報が出てくる可能性は高いと思います。よし、じゃあエコ道暴走事件を完璧に調べちゃいましょう。我々のことを探っている連中がいるみたい。どうする？放っておけばいい。情報は勝手に集まってくるんだから。目に余るようならその時に。指導して分からせてやればいいか。そうですか。いえ、ありがとうございました。断られちゃったわね。聞き込みしたかったんだけど。さっきのお店が制裁指導の標的になったのは確かなんですよね。このお店のサイトにエコ道暴走事件に関係する書き込みがあって、次に制裁指導が警告に現れた。そして警告通りに店が襲撃された。そうだったわよね、ルイハルさん。その通りです。被害届が提出されていて、そこに記録が残っていました。ただ被害届は翌日に取り下げられています。事件のことを話したがらないのも、被害届を取り下げたのも、報復を恐れてるって感じですよね。でも実際にそうした一連の書き込みがあったとしても、制裁指導の仕業と断定はできませんわ。掲示板を見た誰かが制裁指導を語って襲撃したのかもしれないし、制裁指導からの警告自体偽物による書き込みだったという線もありますから。そこのところがつながらないんですよね。決定打にならないっていうか。ねえ、興味本位で聞くんだけどさ、エコ道暴走事件に関連する書き込みってどんなものだったの？すぐに出せますよ。掲示板は閉鎖されちゃってますけど、キャッシュに残ってますから。これです。ん？これどのあたりがエコ道暴走事件に関連してるの？ああ、これって縦読みですね。縦読み？行の頭の文字を縦に読むんです。意味のない文面でも縦に読むと意味が浮かびます。携帯からだと文字数違いで崩れて気づかないけど、パソコンから見るとわかりますよ。エコ道なんてバカじゃねえのと読めますわね。エコ道ってエコ道暴走事件のことを指してるの？多分そうなりますね。っていうかこれは革新的に書いてますよ。元の文章に脈絡がなさすぎますもん。縦読みしてくれって言ってるようなもんです。ん？これってさ、おかしくない？何がですか？どこもおかしくないと思いますけど。だって
制裁指導は都市伝説に肯定的な人を脅すんでしょ。でもこのお店の書き込みは都市伝説を否定する内容だわ。根も葉もない都市伝説を撒き散らすとか風評被害とかとは逆よね。ああ、確かにそうですね。気づきませんでした。この書き込みで制裁指導に襲われたというのは言われてみれば変ですね。肯定だろうが否定だろうがどっちでもよかったんじゃないんですの？そんな、それじゃあ適当すぎますよ。そこよ。誰かが制裁指導の名前を語るならパブリックイメージを守ると思うのよ。パブリックイメージ？風評被害を生み出す輩はこの制裁指導が許さないぞみたいなところよ。確かにそこを無視しちゃったらキャラクターが正反対になっちゃいますね。でもね、本物の制裁指導にとっては肯定でも否定でもどっちでもよかったのよ。それがエコ道暴走事件の話題ならどんな内容でも潰さなくちゃならない理由があった。そう考えていくとさっきの店を襲った制裁指導はかなり本物っぽいと思わない？筋は通っていますわね。これって制裁指導とエコ道暴走事件が一本の線でつながったってことになるんですか？そう見ていいと思う。これは大きな進展だわ。なるほど。ここはエコ道暴走事件一本に絞るのがいいかもしれないわね。私は賛成ですの。あれもこれもと手をつけられるほど時間に余裕があるとは思えませんし。異議なしです。よし、エコ道暴走事件を追いましょう。それにしてもこんな小さなお店の掲示板なんてよく見つけますわね。ネットの書き込みなんてそれこそ無限大でしょうに。制裁指導がエコ道暴走事件を追いかけていたならそれも不思議ではないかもしれません。そうよ、それこそ怪しいって気がしてこない？エコ道暴走事件について掘り下げようって決めたわけだけど、どこから手をつける？いっそのことエコ道社に乗り込むのもありなのではないでしょうか。あ、この場所、あの事件が起きたカラオケボックスの前ですわね。あ、お友達のこと気がかりですね。うん、搬送された病院に行ってみる？いえ、もしも制裁指導が私を監視しているとしたら搬送先を知られるかもってことね。ゲッゲッって何よ黒子。あら、皆さんお揃いですわね。ゲッ、何か？あなた方こそお揃いですわね。第15学区までショッピングかしら。ここのファッションセンスは私とはまるで釣り合いが取れません。ではこんなところまで何をしに来たんですの？あなたたちと同じと言ったらどうします？私たちと同じ？それは一体？制裁指導。金剛さん、どうしてそれを？私に知らないことはないのです。襲われた学生たちは病院に搬送されて命に別状はないと聞いております。その話本当ですか？ええ、ちゃんと確認してありますわ。襲撃した制裁指導は5人組の女子だったとの証言もあります。その情報はどこから入手しました？言ったでしょ、この学園都市において私の知らないことなどないのです。私としても制裁指導とやらの存在は鼻持ちなりません。
できれば私自ら鉄槌を下して差し上げようと第15学区まで出向いたのですが、連中の尻尾をつかむのはあなたたちに先んじられたようですわね。その苦労に免じて連中を叩きのめす権利は進呈しましょう。ああ、感謝いたしますわ。まだ尻尾なんて掴んでおりませんけど。素直で可愛らしいこと。いつもそういう態度でいらしたらいいのに。制裁指導などという無粋な輩に負けないよう、せいぜい頑張りなさい。それは応援してくれてますの？バカをおっしゃいなさいな。あなたを倒すのはこの私と言っているのよ。なんならここで決着をつけて差し上げてもいいんですわよ。話は以上。さあ行きましょう。ここは空気が悪くてかないません。逃げるんですの？美坂様、ごきげんよう。ごきげんよう。何なんですの？何なんですの一体？彼女は彼女なりに制裁指導のことを心よく思ってなくて、私たちに協力してくれたんじゃないかな。なんだか納得がいきませんの。でもさ、サテンさんのお友達が無事と分かっただけでも良かったじゃない。はい、本当に安心しました。いよいよ大詰めって感じね。ここからどう進めていくか慎重に行かなくちゃ。情報はかなり集まったと思うんだけど、これっていう決め手がないっていうのかな。集めた情報がピタッてはまらない感じなのよね。どこかに共通点ってないかしら。小さなレベルの嫌がらせを受けた人にしても、住んでいる学区とかってバラバラみたいですからね。第15学区は流行発信のど真ん中なんですよ。だから住んでいる人間より遊びに来ている人間の方が多いんです。住んでいる人も嫌がらせを受けていますから、単に住人 VS 外からやってきた人って構図でもなさそうですわ。こりゃちょっと方針を話し合った方がいいか。どっかファミレスか喫茶店でも探しましょう。それ賛成ですわ。お、これも回収しておかなくちゃ。なんです？それチラシですか？うん、ちょっと気になることがあってさ。あ、ファーストフードのお店発見。あそこで休憩しましょうよ。そうね、そうしましょう。はぁ、生き返りますわ。一日中歩き通しでもうクタクタですの。少しはダイエットになったんじゃない？サテンさん、それさっきのチラシですか？信号の柱にあった広告ポスターをもらってきたんだけどさ、この学区を歩いている間に似たようなものをいろいろ拾い集めてたんだ。第15学区のレジャー紹介サイトエンタメカーソル、サイトの宣伝ですか？あら、こっちのもエンタメカーソルのチラシですもんね。そうなんです、集めたチラシ全部同じサイトのチラシだったんですよ。へー、この辺りで局地的に流行っているのかしら。そんな感じだと思います。今繋いでみますね。サテンさん、こんな得体の知れないチラシのサイトにいきなり接続して大丈夫なの？え？大丈夫ですよ。私の携帯フリーのセキュリティツールぶち込んであるから。そこら辺の素人さんとは防御力が違うのです。そんなの当てにならないんだけどな。ちょっと調べたいことがあってですね。大丈夫なのかしら。
一応私の端末でサイトの構成を調べましたけど、危険なコードが埋め込まれていることはなさそうです。そっか、なら安心だね。サテンさん、それどういうサイトなの？ちょっと待ってくださいね。基本的にはゲームセンターとかカラオケボックスとか野外プールとかボーリング場とか、とにかく遊び場のマップみたいですね。でもこれお世辞にも使い物にはならなさそうですわ。もともとやる気がないんでしょうね。それとほとんどの人たちがサイトの趣旨とは無関係なダベリの場にしちゃってるっていう、いわゆるダブルパンチですね。それでもカウンターが伸びているのは救いなのかな。私にもちょっと見せてくれる？繁華街で見かけた可愛い子ランキング、微妙なラーメン王選手権なんてのもありますよ。レジャー紹介とは関係のないスレッドで掲示板が埋まっていますわね。都市伝説のスレッドがあれば制裁指導とつながるかもしれないんだけどね。そういうのなら今時どこのサイトにもありますよ。でサテンさんは何を調べてるんですか？見つけた。え、都市伝説のスレッドがあったの？違います。ほらさっき言った制裁指導に襲撃を受けたっていうお店のサイトですよ。でもあそこはもう閉鎖しちゃったんだよね。リンク切れなんじゃない？今の状態はともかくリンクが貼られていたって事実が大事なんです。つまりですね、あの掲示板はこのエンタメカーソルの一部だったってことです。ネットの情報は無限なのに制裁指導がどうやって情報を集めてるのかって話あったでしょ？私もそれずっと気になってたんです。実際の被害がこの学区に集中してるってことはネットを全部見てるわけじゃないのかなって。それでこの学区の情報だけを扱っているサイトのチラシを集めてたわけですの？そうです。襲撃されたお店の掲示板へ直接つながるリンクがあれば制裁指導もそれを見てたのかもと思って。もしですよ、制裁指導がこのエンタメカーソルを情報収集の根城にしてるなら、ユミといい子たちが書き込んでいたスレもこのサイトのどこかにあるはず。あった、制裁指導対策会議っていうスレッドでユミたちは活動してたみたいです。これはまたストレートなスレッド名ですわね。もし制裁指導がエンタメカーソルを利用していたなら目をつけられるのも頷けるわ。そのスレッドでサテンさんのお友達はどんなことを話してたんですか？え、何これ。美坂さん、これ見てください。いい子たちと同じスレッドで彼女たちより後に書き込まれたものです。新しい書き込み？なんて書き込まれてるの？それが私たちのことが話題になってるんです。の、ですって？とにかく見てください。ここからです。私たちが第15学区で調べ物をしているのを誰かに見られてたみたいですわね。まだ続きがありますね。
お姉様の名前が出てしまっていますわね。これは少々よろしくないのでは。まだスレッドが伸びてますね。知れないですけど、それにしても尾ひれがつきすぎですよ。ちょっと待って、制裁指導の連中はこのコミュニティサイトに常駐してるのよね。つまりそれって、私たちが制裁指導を倒そうとしてるって噂を制裁指導本人が見ちゃったかもしれないってこと？かもっていうか、もう見られちゃったみたいです。え？自分たちこそが制裁指導だって名乗ってる書き込みがあるんです。これです、これ。何何？どちらが正しいかすぐに明白になる。我々がそいつらを指導するだろうって。何これ、制裁指導ってこんな根も葉もないような書き込みを信じて行動に移しちゃうわけ？そもそも制裁指導って都市伝説を無責任に広めた人を指導するって組織だったわよね。だったら一番危ないのは噂好きのサテンさんじゃない。何言ってるんですか、違いますよ。違うって？スレッドの中で一番話題になっているのは、狙われやすそうなのはおそらく美坂さんです。え？こう言っちゃなんですけど、普通の学校に通っているレベルゼロの私なんて話題としちゃつまらないんですよ。だったら名門常盤台中学のレベル5の話をした方が100倍楽しいに決まっています。話題にする連中はそれだけで満足するんです。でも噂話だけじゃ満足できない奴らもいるってことよね。そうです。だから。なるほどね、これはチャンスよ。チャンス？何言ってるんですか、美坂さんが狙われてるんですよ。今日一日第15学区を駆けずり回って、私たちは制裁指導を捕まえることができなかった。それを制裁指導が向こうから来てくれるっていうなら御の字じゃない。美坂さん、まさか。どうせいずれは退治することになるんだもの、このチャンスをみすみす逃ってはないわ。でもどうするんですか。制裁指導を確実に釣り上げるためにはどうすればいいか、それを今から考えましょう。